お待たせしました。ご注文のミナセイのレイ地中海風でございます。ペスカトーレお待たせしました。ご注文のタネダリーサー地中海風でございます。チャオ。本日は地中海風です。わけわかんなかったよもう地中海風でなき画像検索したなんか街にバンジーする人の画像出てきて、いや地中海ってそんななんだと思ったからスタッフさんに見せたら違います違いますよ。ちょっとね間違った引っかかり方した画像が出ちゃってね。まあねイタリアとかそんな辺のイメージ。そうそうそう、だからちょっと巻き舌でいきました、ね、今日は。そうそう、ラ行巻き舌で、うん、リがね両方入ってるんでね。じゃあね、まあ、ゲストさんも来てくれてることだし、すいませんね汚い音を出しましたゲストさんはねきっとちょっとなんか違った感じで来てくれるかな。そうかも。どんな感じで来てくれるかな。地中海といえばってとこもあるしね。私たちは違うね。違うよ、地中海を見せてくれるはず。じゃあ行きましょうか、こちら本当にお待たせいたしました。今回のゲストはこの方です。お待たせしました。ゲストのモカ役カヤの愛でございます。ちなみに地中海風じゃないよ、ただのカヤの愛だよ。わー王道路線。そう、1回目だからね、うん、ちょっとさすがにちっちゃくやってる、ね、あ、なるほどしかも巻くところないしね、カヤの愛。そうなの。そう、カヤの投げがないどうしたってなった。なんかもうちょっといい名前があればよかったんだけど。いやいやいや、最高の名前だよ。最高です。生まれてきてくれてありがとう。カヤのんっていうニックネームを、アイさんいつも呼ばれてることがあるから、うん、そうだね。その度になんか、本当に可愛いひらがなが集まったニックネームだなって思う。確かに。そうね、イノリンもそうだと思う。いや、もういいですよ。ちょっと仲間に入れてくれる。タネリリン、イエーイ、タネリタリン、タネリタリン、いいね。まあ、今日こんな感じで3人でお届けしていきたいと思いますけれども、あれ、アミちゃん今日。変装、あ目の前のサングラスを慌てて。しかも、ヘッドホンが邪魔でかけられない。フレームがヒョウ柄だからね。そうなの。攻め攻めだよ。かなり。どうかしら。怪しすぎます。怪しい。相当でかい。うん。ねえ、これ、こんなんつけたことないよ。うん、これはね、スタッフさんが、100均で、やってくれた、ちょっと強めなサングラスです。そう、写真もね、ね、私もそれで変装して、マスクはね、タネさんが持ってた。うん、そうそうそう、めっちゃマスク持っててくれて。びっくりしちゃった。私たち2人持ってなくて。そう。そう、みんなで変装した写真を。若干ピンクのね。かわいい。女の子用だからね。かわいいね。そうなのよ。写真でね、ぜひその姿もチェックして見てみてください。というわけで番組初のゲストなんですよ。うん、びっくりした。そうなの。初って聞いて、と思って。だから今日はじっくりと、ね、もかお姉ちゃんについても、かやのさんに対してもいろいろ質問していきたいと思います。うん、